はいえー、皆さん、こんにちは。心理カウンセラーの乗瀧健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、まあ、新型コロナ〇〇〇の件を、えー、久しぶりに、えー、取り扱ってみたいと思います、えー。予防接種健康被害救済制度のですね、新達受理件数が、えー、とうとう累計1万件を超えました。えー、そのうちですね、死亡一時金、えー、また相殺料などにかかる 件数の新達受理件数は1158件に上っています。認定されたのはそのうち453件なんですが、あの、今、新達受理件数、要は申請がね、受理された件数はもう1100件を超えてるんですね。死亡一時金と、えー。この数字が今現在あります。しかし、今国の方針というのは、今までと変わらずですね、重大な懸念は認められないということで、えー、まだ接種が 引き続き続行われている状況ですそんな中ですね MBS がですねこれ毎日放送近畿圏のメディアだと思うんですが今回のこの予防接種健康被害救済制度のですね審査がかなり遅れているまあそのことをですねまああるままるるまるまる後遺症の方の取材を通してこれ 放送をしてくれました。その件についてちょっと詳しくお話をしたいなというふうに思います。えー、その前に1点ご案内させてください。えー、3月3日日曜日に名古屋でですね、えー、神社チャンネルのハガヒカルさんとコラボ講演会をさせていただきます、えー。YouTube では語れない話ということで、すごく有意義な時間になると思いますので、よかったら概要欄の方からチェックしてください。 えー、それでは本題に入りたいと思うんですが、ちょっとね、後半で、えー、予防接種健康被害救済制度や、えー、副反応の報告,報告制度ですね、それの現状、今数字がどうなっているかっていうのを後半できち、ちょっと詳しくお話をしたいと思います。えー、その前にですね、この MBS さんが、えー、この予防接種健康被害救済制度の問題点について、えー、これ、あのー、非常にわかりやすく、えー、取材を通してですね、 記事にししてくださいましたこれ、動画にも、えー、残ってますこれ MBS ニュースの、えー、ホームページにもこれ、残っておりますので、概要欄にリンク貼っておきます。これ、多くの方に、えー、知ってほしいなというふうに思います。えー、ぜひご覧ください。えー、タイトルがですね、えー、救済制度の審査に1年半待ち、えー、○○○〇〇〇〇後遺症を訴える患者、症状の苦しみと医療費の負担。 推奨した責任として患者に寄り添うのは最低限取るべきなのではというふうにタイトルがなっていてこれれ2月8日に公開されておりますこの中でですね、まあ、看護師だった方がその、まあ、病院に、ね、勤務しているのでこれは、まあ、打たざるを得なかったと。 えー、そして、えー、5回目を打った後にですね体調に異変があってそこから、まあ、歩けなくなったりとか倦怠感とかめまいとか、まあ、日常生活がですね普通に送れなくなってしまってるんですね、えー、その、えー、倉田さんという女性の方なんですがまだお若い女性の方なんですが、えー、その方を、えー、取材されています この方はですね、本当に街頭でですね、自分でマイクを持って、こういうことがね、起きてるんだっていうことを、ご自身で、まあ、駅などで話されているんですが、まあ、その様子が動画で取り上げられていたんですが、そこで話されていたことが非常に重たい言葉です。すがる思いで病院に行っても、〇〇〇〇とは関係ないと言われて取り合ってもらえないと。とこれを打ってから、 歩けなくなったんですよ歩けなくなくって体が倦怠感とかめまいとかで日常生活を送れなくなっているのに病院に行っても関係ないって言われてしまうこれよく言われる病院のたらい回しが起きるってね因果関係が分かんないとかいやそのせいじゃないでしょうってことを病院から言われてしまうそして取り合ってもらえない、えー、国は今なお安心安全を謳い、えー、あれの接種を推し進めようとしていますが 接種後に健康被害に遭っても国はは速ややかな救済や保障はしませんっていうことを、えー、訴えられていました、えーまあ、これいろんな問題があるんですが、まあ、今回ねこれがいいか悪いかちょっと置いといたとしても、えー、実際にこの被害に遭われている体調がねおかしくなっている方というのはまあ,あのたくさんいるわけです、えー、そのお一人がこの倉田さんという方なんですが、えー、問題点いろいろあるんですがまず病院に行っても、えー、あれとの関係は関係ない えと因果関係,関係ないよっていうふうに言われてしまうこれ倉田さんだけじゃなくていろんな方がですねこれ証言されています、えー、病院に行っても因果関係がわからないあれのせいじゃないんじゃないですかと言われてしまう取り合ってもらえないもしくは他の病院にね、えー、たらい回しにあってしまうこういう問題があります、えー、さらにこの予防接種健康被害救済制度というるまるを接種した後に、えー、体調にね がおかしくなったりとか、もしくはお亡くなりになられた方をまあ救済するという目的でですね、国は予防接種健康被害救済制度という制度を設けているんですが、救済制度に申請するためのハードルがめちゃくちゃ高いということが、まず一つ目の問題点と言われています。えー、そしてですね、二つ目が、えー、それでもやっと申請したとしても、保証が降りるまで、審査の結果が出るまでが非常に時間がかかる。これも問題点だと言われています。 で実際にこの倉田さんという方も、えー、自由に歩くことができなくなってしまったこれ,これをした後に歩くことができなくなるんですよ。それすごいことだと思うんですがもう本当に人生が激変してしてまいますよね。えー、そして、えー、原因を調べるために、えー、病院にね入院して精密検査を受けたんだけれども関連性の証明は困難ということで異常は認められませんでした。ということで。 あれとの因果関係が認められなかった上、治療法もないというふうに最初は言われたということなんですね。で、そんな中ですね、まあ予防接種健康被害救済制度というものがあるということを知ってですね、えー、申請しようとした。しかし、申請するにはカルティや受診証明書などさまざまな書類の提出が必要で、接種後の体調不良が続く中、受診した10カ所以上の医療機関すべてを回って。 そういうものを集めてそしてですねその提出した書類っていうのがなんとですね700枚ぐらいになったらしいんですねコピー用紙500枚のコピー用紙このぐらいですかねあれだけでもすごい枚数ですよねあのコピー用紙の500枚のコピー用紙よりももっと多い700枚資料をね集めなきゃいけなかったしかも体調不良自分で歩けない中10カ所以,降の以上の医療機関を回ってそれだけの書類を集めなければいけなかった、まあ、これはですねお金もかかる 時間もかかる。体力もいる。えー、体もしんどい、えー。そんな中でですね、本当に大変なことだと思います。これは本当に、あこれで被害に遭われた方を救済するための制度なのに、苦しめている、えー。苦し、苦しんでそれを集めなければいけないっていう、これ本当に救済制度なのかっていうふうに思ってしまうんですけれども、えー、そのぐらい大変なんですね。資料を集めるのに、えー。さらにですね、これ、それだけの書類を集めるのに、約3万円の費用もかかったと。 負担していると、えー、そういう大変なことがありますで、よくですねこの予防接種健康被害救済制度っていうのは、えー、ちょっとでもね体調不良になった人とかこれを打った後にちょっとでも体調が悪くなってお金が欲しい人がねみんな申請してるからこれ申請受理件数が増えるんだよっていうふうに言われる方がたまにいるんですけれどもこれ全く逆でですね非常にハードルが高いんですね申請を受理してもらうまでのハードルが。 すごく書類を集めななけければいけないお金もかかるだからねちょっとぐらいの体調不良とかそういう人はですねこの申請することすら諦めてしまうんですよ大変なのでハードルが高いからえだからこの申請受理今1万件を超える申請が受理されているんですけれどもこれはですね氷山の逆にい氷山の一角というふうに言われています。 もう本当に、ね、重たい人日常生活が起こり遅れなくなった人だったりとかそういうもう本当にこれはおかしい医療費もかさむえずっと病院も通い続かなければいけない、えー、お仕事もできなくなったみたいなねそういう人たちが何、えー、とかして、えー、この書類を集めて申請しているんではないかなので、えー、そこの申請をする前の段階で諦めてしまっている人たちが実はめちゃくちゃ多いんじゃないかというふうに言われています。えー、その中の中、えー、申請 が受理されている件数が1万件ですから、いかに多いかということですね。この数,数字が、えー。そして、この申請が受理、えー、やっと申請できたと。700万円集めて、そして費用もかかって時間もかかって、えー、そしてやっと申請が受理されたとあ思ったらですね、えー、実は、えー、審査が回ってくるのが、えー、1年半以上かかるというようなことを言われたらしいんです。1年半ですよ。 申請をするまでもハードルが高い。でも申請が受理された後も審査までに1年半ぐらいかかるというふうに言われた。まあ、中にはね、2年以上経っても結果が来ない人もいるというふうに言われている方もいました。 えー、だからこの倉田さんという方は自分で歩くこともできない仕事もできなくなってしまった、えー、治療も続けなければいけないそんな中ですね、えー、まだ、えー、この予防接種健康被害救済制度の申請が、えー、最終的にねまだ正式に認定されていないのでまだこう救済されていないという状況になっているということです。 しかもいろんな治療をされているので保険適用されない治療などもですね、まあ、全部実費で自腹で今やっているこれ非常に子どもお子さんも見えてお子さんも小さいのでねすごく大変なんだろうなというふうに思いますこれがですね今の予防接種健康被害救済制度の実情なんですね。これ本当ににひどいいいなという,ふうに思います そして、この番組の中でも新型コロナ00 ○○○後遺症患者の会の話も出てきていました。本当にね、これ取り上げてていいいいいただいて嬉しいなという,ふうに思います。この患者の会の代表の方がお話しされていたんですが市に提出してから国に上がるまで5ヶ月もかかっていましたとこの代表の方の場合ね。 申請準備にも申請してから国,国に到達するまでにも時間を要する上、厚労省が発表している受理件数はあくまでも国に到達した件数です、えー。今も健康被害に苦しむ患者は救済されず生活が脅かされていて安心して治療できる日々も過ごせない,過ごせないということをぜひ知ってくださいというふうに訴えていると。地方自治体が窓口になっているんですよね、申請の。 そしてそこで、えー、一応書類がね、だいあの揃ったら、えー、今度国に申請が上がるという流れになるんですけれども、まあ、その申請が、えー、受理されるまでに、えー、時間がかかるわけですすね書類を集めたりとか不備があったからこの書類も集めなきゃいけないとかいろいろあるんですけれども今先ほど言った1万件っていう新、えー、達受理件数っていうのは、えー、実際に国にも受理された件数なのでまだその受理まで行ってない えー、資料を集めているような人とかそういう人たちがまだまだ、えー、後ろ側にたくさんいるんだよっていうことですよねそしてそういう人たちでが、えー、本当にまだ、えー、救済されずに困っている人たちが、えー、たくさんいるんだよということですね、えー、この番組がですね厚生労働省に、えー、質問をしてるんですね、えー、救済をより迅速化することはできないのかだろうか厚生労働省に取材を申し込むと えー、文書でこう回答があったとこれがまた腹立たしいんですけれども、えー、なんでこんなにね遅いんだと、えー、もっと早く迅速にできないのか厚生労働省っていうふうに、えー、取材を申し込んだところ文書で回答が来ました、えー、厚生労働省の予防接種課は国へ診察されてから審査を得て認定されるまでの期間は通常半年から1年程度の期間を要しています。 工夫して国民の皆様の不安に寄り添っているものと考えています。これ国民の皆様にの不安に寄り添っている、いますかね一年とか一年半とかずっとほ、ほかりっぱなしになってるわけです。しかも申請のハードルが高いっていうのもこれおかしいんじゃないかっていうふうに言われているわけなんですね。しかし厚生労働省としては 工夫してて国民のの皆様の不安に寄り添っているものと考えています。もうここですごくかい離があるんですね全然感覚が違うわけです、えー、そして引き続き迅速な救済に取り組んでまいりますというふうに返答があったみたいなんですがもう残念ながら迅速な救済が、えー、行われていないのが今の現状なわけです、えー、そしてですね厚生労働省の〇〇〇○分科会で後遺症の認定などに携わっている、えー、東京 いかしか大学の森尾先生教授という方が、えー、この件についてお話しされているんですがこの森尾教授はですねこのようにお話しされています2022年の10月から12月の3ヶ月と直近の3ヶ月を比べると約4倍の量の申請に対応できるような体制になっています要は少し前に比べると4倍の量の 処理できるように体制を今組んでいると。要は増やしているっていうことですね人。人員も増やしてるし、4倍あの審査に対応できるように体制にしていると。えー、審査会、分科会の数を増やし、事務方の、えー、数を増やし、会議の 頻度を増やして必ず審査をお待たせしない状況で対応できるようになるっていうふうに言ってるんですがえ残念ながら今そこまでやってるんですが未審査がまだ3000件を超えているという状況なんですでえこれどういうことかっていうとこれどういうことかっていうとそれだけ申請数が多いってことなんですよね 申請数が多いってことはそれだけ被害者が多いってことなんです○○○〇〇〇〇のそうですよね国が予防接種健康被害救済制度っていうものを作って、えー、万が一これで被害に遭った方にはこれ一応救済できるような制度をしようというふうに作ってるんだけれども予想外に多かったので、えー、追いついていないだから頑張って人を増やしている4倍の処理できるように今増やしてるんだ増やしてるんだ増やしてるんだって言ってるけどまだ えー、追いいいいていない1年とか1年半とかまだかかる未審査が3000件以上ある、えー、それは裏を返せばそれだけ4倍に増やしてもたまだ処理できないぐらい、えー、申請数が多いそれだけ被害者が多い被害が多いということになりますその裏返しですよね当たり前のことですよねしかし国も厚生労働省も重大,重大な懸念は認められない、えー、分科会の 会合でもですね話し合いでも重大な懸念は認められませんということで皆さん同意しているわけなんです本当ににこれ不思思議だなというふうに思いうます先ほどのですねあの被害に遭われた倉田さんという方が一番最後にこのように話されていてこの番組は終わられているんですが「まるまるはきっと効力があるものだから国が推奨していると思うのでその是非についてどうこういう立場でもありませんと。 まあそう前置きした上ででですね、でも一定数こういう症状のか方が出るものだったらやはり推奨した国の責任として患者に寄り添う見て見ぬふりをしないというのは最低限取るべき姿なのではないかなと思いますというふうに言ってるんですが本当にごもっともだと思いますあれだけ安全だ安全だ,安,全だ安心だ安心だ、えー、これしか方法がないみんなしましょうって言って、えー、散々 えー、メディアを使って散々いろんな方法を使って、えー、YouTube を使ってプロパガンダして、えー、あれだけみんなに進めてきたわけです。そしていざそれで被害にあっても、えー、こんなほかりっぱなし、一年半もほかりっぱなしである。えー、これはいかがなものかということですよね。えー、最低限これ推奨したんであれば、その責任として見てみるふりをしないで、えー、きちんと対応してくださいということを、えー、切に訴えられているということになります。 あの概要欄にリンク貼っておきますのでぜひこの番組見てほしいです多くの方に見てほしいなというふうに思います、えー、MBS さん本当にありがとうございます、えー、そしてですね今現在の予防接種健康被害救済制度の現状なんですが臨床薬学博士の堀内ゆかり先生が作,作られているグラフちょっと引用させていただきます非常にこれ分かりやすいんですけれども、えー、進達重力ケースが 1万135件になりました。これ1月31日が最後の、えー、発表になっておりますので、1月31日現在になります。1万135件ですよ。この先ほど言った700枚とかねこ、この書類を集めてですね、そしてやっと申請が受理された件数が1万件超えてるんです。えそのうち未着手のもの。 このオレンジ色の部分ですね、まだ着手,着手されてないものが2901件、まあ、先ほど3000件超えると言いましたが、今2901件ですね、がまだ着手されていないということです、申請まで至っていないということですあの、審査まで至っていないということですね、そして認定されている件数が6088件、えー、そのうちですね、えー、死亡一時金や総裁量などで認定されている件数が453件になりました。 これ死亡一時金や総裁量などは実は実未審査の割合が多いんです、ね、多分ちょっと後回しにされてるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもこれ死亡一時金や総裁料などの新、えー、達受理件数は1100件を超えておりますので1100件を超えていてそのうち認定されたのが453件ですだからこれ全部審査が終わったらこれ認定される死亡一時金や総裁料などの件数はまあ 今の現時点でも1000件ぐらいいってしまうんではないかさらに、えー、申請が増えればですねその分増えていくということが、えー、当然考えられるわけでするまる接種後にお亡くなりになられた方がですねこれだけ多いということですね、えー、さらにですねこれたびたび僕も取り上げていますが過去45年間の、えー、新型コロナのるまるを除くですねすべ、えー、ての予防接種 に係る予防接種健康被害救済制度の認定件数と今回の新型コロナの認定件数と比較した表になります過去45年間全ての予防接種含めてですね認定件数が3522件に関し対して新型コロナの〇〇〇〇はもうすでに6088件認定をされているそのうち死亡一時金や相殺料に加担する認定件数は 過去45年間の累計が151件に対して新型コロナのるまるは453件。これもう3倍ですね。ちょうど3倍になります。過去45年間の全ての予防接種の死亡一時金や相殺量にかかる認定件数のもうすでに3倍になってるんですよ。新型コロナのあれだけで。これはすごい数字だなというふうに思います。 これが今現在の予防接種健康被害救済制度の現状になりますそしてですねもう一つこの予防接種健康被害救済制度というのとは別にですね厚生労働省の中に副反応の報告制度というのがありますこれは医療機関や製造販売業者やもしくは消費者例えば〇,〇〇〇だったらそれを打った方ですねから報告が上がって 上がるように、えー、そういう制度があるんですけれども、えー、そのうち医療機関から、えー、この上がっている件数というのが、えー、実は副反応、疑い報告件数というのが、これすでに36,926件、これ医療機関からの報告だけでですね、これ令和5年10月29日報告分までで、えー、この件数になっています。36,926件。そのうち重篤として上がっている報告。 要はかなり重いということですね命に関わるような重篤の症例というのが8918件上がっています、えー、死亡などの報告っていうのが2171件今上がっていますねこれが今副反応報告制度の今の現状になります、まあ、これ、まあ、別々の制度なのでねごっちゃにしやすいんですがちょっと分けて考えるといいかなと思います えー、しかしこれ本当にですね、これこそニュースにしないといけないことなのに、えー、残念ながら大手メディア、えー、全国、特に全国放送のメディアではこれについてはほとんど取り上げることがないということです。これ前代未聞、過去にないぐらいの、えー、数字です。 客観的事実としてしかしてか一切取り上げない、えー、それなのに、えー、厚生労働省の武、えー、見厚労大臣も記者会見では、えー、たびたびこういう質問をされても、えー、重大な懸念は認められないということで、えー、特に今まで通り変わらず、えー、接種を 進めていくともう本当にちょっと異常な、えー、狂った状態なんじゃないかなというふうに思っています。まあ2年前3年前に多くの人たちが、えー、懸念していたことそして僕もですね、えー、これはおかしいと思って、えー、ずっと発信してきました。そそれがですね今、えー、まさににの現実として数字に 現れているのが今の現状なんじゃないかなというふうに思いますまあ、国が変わらないなら厚生労働省が変わらないんであればですねもうこれ情報をたくさんの人が自分たちで知ってですね自分たちの手でしないという選択をしていくということをするしかしょうがないんじゃないかなというふうに思いますもう本当に自分の命とかですね自分の健康っていうのは自分で守るしかないと いうことですよねなので多くの方に気づいてほしいなという風に思います皆さんはどう思いますでしょうか、えー、ということで、えー、僕のチャンネルはですね削除対策用に全部で5つ チャンネルがありますよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますそしてもしよければ高評価ボタン通知ベル設定ポチッとしておいてくださいそして3月3日名古屋で羽賀光さんとのコラボ講演会やりますのでよかったら概要欄の方からチェックしてくださいそして2024年の僕のカレンダーも少しだけ在庫ありますのでこちらも概要欄の方からチェックしてくださいそれでは皆さんまた会いましょうバイバイ